お、最後の最後でロックマン来ましたね。ロックマン2。これ一気でやるのはすごいプレッシャーありますけどね。はい。さあ、まあ最後にふさわしいですね。今回の回分。さあ行きましょうか。そうですね。まあやっぱりね、一気死んだら終わりなんでね、なるべく難易度低いステージを選んでいきたいなと思いますけどね。そうやな。メタルマンかバブルマンかな。どっちか選ぶとしたら、エアマンでもいいですけどね。エアマン行っときましょうか。エアマンステージ人気ありますしね。まあ、ロックバスターでも十分倒せるボスなんで、これね。音楽もいいですしね。はい、行きましょう。いや、レトロフリークでね、ロックマンやるのね、ほぼ初めてですね。レトロフリークでロックマンやるのは初ですよ。これね、ほんと1機しかないんでね、1回落ちたら一発で終わりですからね、これね。ほんと緊張感ありますね。ちょっと緊張感ありますね。落ちたら一発アウトなんでね、これ。よいしょ。ここね、ここメタルベルトがあった方がいいんですけどね。まあなくてもいけますけどね。まあ多少の連射力がないとダメなんですよ、これね。おお、危ね。ギリギリやった、今。よしよし。危ね。よし、行きました。ここもね、結構ね、一機しかないとなればね、緊張感ありますよね。ピピが出てきますよね、ピピね。こいつらも厄介なんでね、卵落とさせたら厄介なんでね。まあ、一機でやるのはね、すごい緊張感ありますね、これね。一機でどこまで行くかっていうのはね、あまり試したことがないんでね、実はね。木でどこまでいけるかっていうのはあんまりやったことないですね。よいしょ。よし。ちょっとギリジャンなんですよ、あそこね。こう、ピピ出てきますよね、ここね。そうそう、出てくるんですよ。ピピがね。厄介なんで、こいつら。あー、落とさせてしまった。落とさせてしまったね、これ。危ね。今危なかったぞ。やばい。危ね。まあ、足場の少ないところで落としてきやがったな。こいつ消せるんですよね。あれ？消えないぞ。え？あ、消えた消えた。ここが出てきますからね、ピピね。もうボスですね。なんとか無事にここまで来れましたね。さあ、エアーマンですね。一応満タンなんで余裕だと思いますけどね。こういう倒し方すれば割とね、結構強引ですけどね。エアシューターを装備します。もういきなりね、アイテムが手に入りますね、これね。アイテム2号ですね。アイテム2号を装備します。
でもエアーマンってね、エアーマンが倒せないという歌があるぐらいね、強いっていうイメージがありますけど、実はそんな強くないんですよね。見ての通りですけどね、はい。そんな強くないボスなんですよ、実はね。このね、8体のボスの中で弱い方だと思いますよ、僕はね。じゃあ次はメタルマンいきます。もうね、言うたらね、エアーマンがやられただと、でも我々残り7体と比べればエアーマンなんて大したことないぜっていうね、いうぐらいのね、それぐらいのその程度のボスですよ。まあ最初の方の死角にね、でもふさわしいぐらいのそんなに強くないボスですね。これ大ダメージですからね、食らったらね、気をつけないといけないですね。微妙にここね、この滑るんですよね、これね。よし。ここはまあ、タケノコ、ドリル的なね、タケノコっぽいなんか、なんていうのかな、ドリルというかね、の地帯ですよね。ここはでもね、回復武器をね、貯めたりするのにすごくいいんですよ。あ、しまった。そう。ダメージも大きいんですよね。一発食らうとほら、結構食らうんですよ。減るんですよ。あー、しまった、やばい。結構減ってしまったな。これ、1時間も経過しましたけどね。一応やられるまでね、やりますけどね、もちろん。敵なんも出てこないと、ここはね。いやでも、レトロフリークでやるとグラフィックがめちゃくちゃ綺麗ですね。やっぱりね、全然違いますよね。やばい。あ、しまった。レンダー力がちょっとな、弱いな。衰えてるな。ここにいればね、大丈夫なんですね、これね。リーカンはね、これね、引っ掛けなんで取れないんですよね。取ったらやられるんでね。ここギリジャンなんで、ここ怖いんですよ、ちょっとね。ちょっと怖いんですよ。ヒットポイントがないなぁ。倒せるかな。メタルマンはまあまあ強いんでね。さっきのヤーマンよりは強いんで、僕の中ではね。倒せるかな？微妙ですね、これ。うお！やばい！やばいぞ、これ。うお、やばい！やられる。うお、やっぱり強い。めっちゃ速く感じるな、弾が。はい、終わった。一気死んだら終わりなんでね。勝てなかった、まさかね。はい。じゃあ次、これで、あれですね。今回の、ロシアンルーレット。今回これで、終わりですね。はい。これで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。